まあこちら見た通り、この間のシナモンとはえらい違ってですね、それっぽい、ちゃんとそれっぽい状態で入ってました。はい、じゃあこれをですね取り出しました。はい、重量感もあります。前よりも重量感あります。でこのペリペリの、はい、こういうフィルムね、やっぱりこれがね、やっぱついてるのが当たり前ですよ。ここの指紋認証のこのマークね、前のはなかったですよ。もうただの今ピン透明のね、あのポリ袋にここを留められて入ってただけなんですけれども、ここもね傷だらけだったんですけれども、見た通りね、ちゃんとフィルムにね印刷もされてきました。でここからまだ開けてないです。ここのやつがね綺麗かどうか分かりませんけど、この状態でも電源入れちゃいます。まだ電源初投入。じゃあ行ってみましょう。長押し、さあどうだ。お、来ました。さあこれはいわゆるまがいものではない証拠ですね。さあこれでこの先ね、はい、ここまで来ました。はい、多分これ後で設定しますけれども、はい、正規品が届いたようでございます。よかった。でね、前回ねここにヘッドホンジャック、イヤホンジャックさせなかったし、ここに、タイプ C もねさせなかったんですけど、タイプ C させるかな。付属品、はい、付属品ですけれども、新品があってケースがあって、ここに取説もありますね。から、こちらね AC USB アダプターと、タイプ C ケーブル、それから、イヤホンですね、こちらも同じように揃ってます。で前回のね AC アダプターと同じかな。5V 2A or 4.5V 5A or 5V 4.5A と書いてます。9V 出力がないのがちょっとあれって思ったんですけども、まあ同じでしょう。この番号も後で確認しますけど同じはずです。ってことでこちら、ペリペリね、これから剥がそうかなと思います。ペリ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 、ギュッと引っ張らないと、ギュッと、はい、やっぱりこうじゃないといけないんですよ。やっぱりね、こうじゃないといけないですよ。ほら、この光り輝くこのオーロラ、前回とえらい違い分かります？これもう全然違うよ。オーロラですよ、オーロラ、ね、で、こう開けてみました。おお、保護シートがね、1枚だけ最初から貼ってあるっていうのが分かりました。これのペリペリ取るとね、多分これね、ポリエチレン、ベッドのね保護シートが最初から貼ってあるんで、これ剥がせば綺麗に使えるかもしれないです。もうねガラスフィルムもね用意はしてあるんですけど、ちょっと指の滑りが良かったらちょっとしばらくこのまま使いましょう。はい、とにかく綺麗綺麗綺麗。これサイドがねオーロラブルーは、青くなってます。これはまあ真っ赤もそうなんですけど、ね、これはいいね、綺麗ですね。まあなんといっても電源がねこのように入ります、ね、ここからまあ日本語で、はい、ちょっとかけて始める。やると地域選択、日本、次へで利用規約、理解しました。はい、次へ。で、SIM カード挿入ってあるんで、ちょっとここはね、後でやりますけれども、ちょっと今回スキップ。データのインポートで、まあ、前のね、他の機種からの、乗り換え用のね、交換するためのね、ちょっとありますけども、まあ、ここもとりあえず次。で、ネットワーク。ネットワークこういっぱいありますけども、
まあ、どれか選ぶというところで、まあ、今回スキップで Google サービスももっと見るとかありますけれども、最終的には同意するで、まあ、スタートがかかるというところですね。であと Google のアカウントは入れてというところで、まあここまで見る限りは間違いないでしょう。はい、おかげさまでいろいろお探しして申し訳ありませんでした。ようやく正規品オーロラブルーP30届きました。はい、そんなこんなでね、こちら、またねこれから使っていこうかと思います。あの細かい方はねちょっとレビューの方後でさせてもらいますけれども、まあ、なんといってもこれライカのカメラ、ライカハイエンドよりの、ミドルスペックなんでしょうね。はい、そんなこんなで、こちらの方開封だけさせていただきました。ではまた、ありがとうございました。